始めましょう。満足させてちょうだい。逃げられない。急いでか。何かをしない。この光が全てを焼き尽くす。頭を下げる。そこまで。私の番。祈るがいい。ズバタくん、まだ終わってないわ。そこまで。終わりにしよう。私の番。祈るがいい。私に。ひなた、どこに行くの？まだ終わってないわ。そこまで。私の番。祈るがいい。ズバタくん、ダメだ。がっかりさせないで、スズメちゃん。セルマ様、お命令をどうぞ。我が讃えなさい。まだ終わってないわ。まだ終わってないわ。どこに行くの？まだ終わってないわ。ひなた、ここに。共に踊りましょう。どうかしら。ご覧ください。どこに行くの？ひなた、まだ終わってない。終わりにしよう。ここも全員粉々にしてやる。頭を下げる。そこまで。そこまで。逃げていいよ。ここまでだ。私にもがきなさい。もがきなさい。どうかしら。終わりにしよう。祈るがいい。頭を下げる。ひなた、どこに行くの？ひなた、まだ終わってないわ。そこまで。私の番。祈るがいい。そろそろ出番だ。がっかりさせないで、スズメちゃん。セルマ様、帰りをどうぞ。共に踊りましょう。私の番。祈るがいい。頭を下げて。勇者に我が讃えなさい。どこに行くの？ひなた、まだ終わってない。ここまで。終わりにしよう。時間だ。果てろ。遺言は決まった？もう遅い。私に。どんな思いよ。
こっちが隊長？本気？行こう行こう。せい！はっ！見上げてみて。ズガタくん、どこに行くの？今運が巡ってきた。さあ！ちょっと痛いよ。助走転胸！行け！この技で運命を変える！
チュバ隊長？本気？見上げてみて。ほっ、終わりにしよう。逃げていいよ。遺言は決まった？もう遅い。今運がめぐってきた。それ逃げられないよ。月がめぐってくるよ。軟弱でもいいから行くよ。ほっ、あとはあんただけ。受け取って。お代はよろしく。手伝ってよ。あげる。ただだよ。あらゆる光を見逃さないで。ふっ、受け取って。特別だよ。あげる。影を制す光一閃。ドーン。そこまで。私の番。祈るが全員粉々にしてやる。焼き尽くす。意味あった。さあ逃げられないよ。ほっ、それ。ふっ、見上げてみて。魚刀剣業いけ。終わりにしよう。時間だ。果てろ。運がめぐって。軟弱でもいいから行くよ。あとはあんただけ。あげる。ただだよ。お願い。受け取って。特別だよ。影の漫談サーターを立ち合い。影を制す光一閃。ドーン。ポタ。そこまで。逃げていいよ。ここまで。この光が全てを焼き尽くす。ちょっと痛いよ。はっ、終わりにしよう。祈るがいい。運が巡ってきた。さあ見上げてみて。ちょっと痛いよ。精鋭将来くらえ。そこまで。時間だ。果てろ。今やった。やっ。さあ見上げてみて。終わりにしよう。逃げていいよ。ここまでだ。久しぶり、少女くん。あかりねえさん、ただで手伝うよ。時間だ。果てろ。行くがいい。せい。やっ。行くがいい。全員粉々にしてやる。内場隊長？
本気？はっ、やっ、さあ、見上げてみて。終わりにしよう。祈るがいい。全員粉々にしてやる。陰部運が巡ってきた。それ、ほっ、逃げられないよ。月が巡ってくるよ。ここまで時間だ。果てろ。意味発作。せい。それ、見上げてみて。終わりにしよう。久しぶり、少女くん。逃げてみる。ここまで手伝うよ。行くがいい。やっ。行くがいい。全員。粉々にしてやる。いや、行くがいい。逃げていいよ。ここまでだ。陰部運が巡ってきた。勢いに乗じて派手に行こう。最高だね。ちょっと痛いよ。助走転用いけ。そこまで、私の番。祈る。全員粉々にしてやる。や、意味あった。やっ、さあ見上げてみて。終わりにしよう。私の番。祈るがいい。陰部運が巡ってきた。逃げられないよ。月が巡ってくるよ。軟弱でもいいから行くよ。手伝ってよ。あげる。ただだよ。あとはあんただけ。マジで受け取って。お代はよろしく。あらゆる光を見逃さないで。ふっ、ほっ、あの世に行ってらっしゃい。時間だ。果てる。遺言は決まった？もう遅い。意味発作。それ見上げてみて。せい、逃げられないよ。精鋭将来くらえ。終わりにしよう。果てる。意分が巡ってきた。するんだよ。せい、ちょっと痛いよ。そこまで時間だ。発球遺言は決まった？もう遅い。今に発った。せい、見上げてみて。月が巡ってくるよ。勢いに乗じて派手に行こう。最高だね。私の番。祈るがいい。久しぶり、少女くん。あかり姉さん、ただで手伝うよ。私の番。祈るがいい。行くがいい。全員粉々にしてやる。行くがいい。行くがいい。時間だ。果てる。Thank you.
セナディア、必ず任務をクリアするよ。そこまで私の番、祈るがいい。久しぶり、少女くん。あかりねえさん、ただで手伝うよ。行くがいい。私の番、祈る。遺言は決まった？もう遅い。もう遅い。そこまで私の番、祈るがいい。この光が全てを焼き尽くす。粉々にしてやる。そこまで私の番、祈る。久しぶり、少女くん。あかりねえさん、ただで手伝うよ。行くがいい。私の番、祈るが。遺言は決まった？もう遅い。逃げていいよ、ここまでだ。気をつけて。この光が全てを焼き尽くす。この光が全てを焼き尽くす。
始めましょう。満足させてちょうだい。逃げられないわよ。まだ終わってない。そこまで。私の番、祈るがいい。全員粉々にしてやる。私にがっかりさせないで、スズメちゃん。セドマ様、おめでとうぞ。共に踊りましょう。時間だ。遺言は決まった？もう遅い。頭を下げ、のがきの。どうかしら、のがきの。そこまで。逃げていいよ。ここまでだ。ずがたかい。まだ終わってない。ゼロ。頭を下げなさい。がっかりさせないで、スズメちゃん。セルマ様、おめでとうどうぞ。楽しみましょう。もう遅い。ずがたかい。終わりにしよう。時間だ。果てろ。私はどこに行くの？まだ終わってない。まだ終わってない。そこまで。私の番、祈るがいい。全員粉々にしてやる。頭を下げて、最後まで共に踊りましょう。どこに行くの？来なさい。まだ終わってない。ダブルスキー。終わりにしよう。果て、久しぶり少女くん。あかり姉さん、ただ手伝うよ。逃げていいよ。ここまでだ。全員粉々にしてやる。行くがいい。ここは商売。
うちが隊長？本気？痛いよ。月が巡ってくるよ。頭を下げて。今運が巡ってきた。軟弱でもいいから行くよ。これで幕切れだよ。上がり。ズガタくん。そこまで。楽しみましょう。もがきなさい。どうかしら。もがきなさい。どうかしら。意味あった。せい。せい。はっ。やっ。さあ。ふっ。せい。ふっ。もはっ。逃げられないよ。精鋭将来捕らえ。頭を下げて最後に共に踊りましょう。うちが隊長？本気？せい！せい！それ！逃げられないよ。月が巡ってくるよ。頭を下げて。運が巡って。軟弱でもいいから行くよ。影の判断。
しみましょう。ちょっと痛いよ。ほっ、精鋭将来つらえ。ズガサくん、まだ終わってない。みなさん、どこに行くの？運が巡ってきた。それせい、見上げてみて。月が巡ってくるよ。何着でもいいから行くよ。
敵を全部倒せばいいんだろう。はっ、この光が全てを焼き尽くす。時間だ、果てろ。今決まった。時間だ、果てろ。全員粉々にしてやる。運が巡ってきた。せい、そこまで。久しぶり、少女。あかりねえさ、逃げてないよ。ここまでだ。時間だ。遺言は決まった。もう遅い。意味あった。この劇にはあんたが必要だ。礼を結構。私の番、祈るがよ。運が巡ってきた。せい、それちょっと痛いよ。月が巡ってくるよ。そこまで。私の番、祈るがいい。やった。せい、それせい、逃げられないよ。精鋭将来この光が全てを焼き尽くす。運が巡ってき、軟弱でもいいから行くよ。お願い、影を命に従い、あらゆる光を見逃さないで。ふっ、あとはあんただけ。影を命に従い。ふっ、あげる。ただだよ。この巡り合わせを拒まないで。これで幕切れだよ。上がり。さあ、そろそこまで。意味あった。さあ、はっ、終わりにしよう。果てろ。全員粉々にしてやる。時間だ、果てろ。やった。せっ、それ終わりにしよう。逃げていいよ。ここまでだ。今運が巡ってきた。さあ、はっ、どこまで。私の番、祈って。久しぶり、少女。あかり姉さん、この光肌で手伝うよ。全てを焼き尽くす。敵を全部倒せばいいんだろう。急ごう。はっ、遺言は決まった。もう遅い。今決まった。ほっ、勢いに乗じて派手に行こう。最高だね。やっ、さあ、ちょっと痛いよ。精鋭将来くらえ。私の番、祈るがいい。運が巡ってきた。
時間だ。はぜ久しぶり少女くん。あかり姉さん、この光肌で手伝うよ。すべてを焼き尽くす。私の番、祈るだ。やにしてやる。意地張った。この劇にはあんたが必要だ。礼は結構。ほっせい、それはっやっ、逃げられないよ。ほっ、精鋭将来くらえ。終わりにしよう。祈るがよ。気分が巡ってきた。そこまで時間だ。果てろ。遺言は決まった。もう遅い。意味張った。勢いに乗じて派手に行こう。最高だね。ほっせっ、それ。終わりにしよう。こっ、久しぶり少女くん。あかり姉さん、ただで手伝うよ。逃げていいよ。ここまでだ。行くがいい。行くがいい。全員粉々にしてやる。してやる。や、意味あった。この劇にはあんたが必要だ。礼は結構。ほざせ、それほっせ、逃げられないよ。巨頭謙虚、いけ。そこまで私の番、祈るがいい。はっ、そろそろ全員粉々にしてやる。気分が巡ってきた。せいせい、終わりにしよう。久しぶり少女くん。あかり姉さん、ただで手伝うよ。やっ、私の番、祈るがいい。Thank you.
術の逸話を知りたいって？じゃあよく聞いて。話によると100年前の老宮では異常現象が頻発していた。暗影が太陽を覆って罪が世に降り立った。噂では厄災の名は金を空に根を張り、日を飲み込んだために諸悪の影が横行した。老朽の人々は抗おうとしたけど、日を蝕む悪には勝てなかった。一瞬で老朽は厄災に見舞われ、嘆きの地と化す。なんとその時ある義士が立ち上がった。彼が集めた瞬血は七術と呼ばれた。彼らは人々を支配する者、万物に精通する者、諸悪を一掃する者、陰影を駆使する者、状況を洞察する者、真摯に生活する者、人の身で神に近づき星の加護を受けた彼らは金羽と一戦を交える。星が光を失い、天地が崩れ、力を尽くした七人は金羽を倒してみせた。そして光を取り戻す。彼らは創世のアンカーを作り、自身を模した七つの釘を置き、平和を守った。まさに衆生救済、好みを捨つ、武や帝万古に存ず。じゃあ夢追い人、今のあんたはうちのことをどんな人間だと思ってる？うん、あなたは。はいはい、嘘が苦手な嘘つきなんてのはもうやめてよ。今回は誰もがうちに騙された。この欺瞞の術の称号も今や名実愛伴う。少しも術に恥をかかせないよ。だからうちのやりたいこと、心の中の願いはもう全部叶えられた。そうだよね。これでうちの人生に少しの悔いもないって言えるだろ。だからこんな風にあんたに別れを告げることができるんだ。それじゃ夢追い人、さよなら。少女くん、待って。
やっぱり夢だったんだ。こんな時間まで寝てたなんて。小弱の消息が途絶えたからもう3日も経ってる。親切姉さんからのメッセージだ。せっかくの休みなのに邪魔をしちゃったらごめんね。さっき老朽から帰ってきて、あなたに渡したいものがあるんだ。どうしてあなたを連れて行かなかったのかって愚痴ってる？どれくらい眠ってないかちゃんと考えてみて。だからもう少し休ませてあげようと思ったの。起きたら週末のアンカーに来てね。親切姉さんが老朽から持ち帰ってきたもの？一体。とりあえず起きて親切姉さんのところに行こう。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。私だけよく野良猫にスリスリ。平和なアンカ、幸せな時間、アンカラジオと一緒に楽しい毎日。犬を飼われている方は、愛犬が逃げないように散歩するときは必ずに。今日のアンカビルはすごく賑やかだね。昔とあまり変わらないかもしれないけど、生活感か。確かにいいものだね。夢追い人来たんだね。ちゃんと眠れた？ご飯は？お腹空いてる？腹ごしらえにとりあえずチョコでも食べとく？大丈夫だよセナ、まだお腹は空いてないから。食べなくても大丈夫。どうせこの後盛大な宴が私たちを待ってるから。え？少し元気になったみたいだね。よかった。安心して、親切姉さん。昼直前まで寝てたし、ちゃんと休めたよ。ところで、老朽から何かを持ってきたんだよね。相変わらずせっかちなんだから。その通り。老朽のある人から、これをあなたに渡してほしいって頼まれたんだ。これは、セルマからの宴の招待状？うん。彼女自身の言葉を借りると、少弱を忘れないように今までにないくらいに盛大なパーティーを開くんだって。親切姉さん、本当に少弱の消息がつかめないの？術のやり方やデータ研究所の捜索方法で何度も試したけど、得られる結論は一つだけだった。老朽にいた少弱と罹患の術相は共に消えていった。そっか。夢追い人、大丈夫？英才を払って、老朽の人々が、罹患の術相に怯えずに暮らしていけるようにすること。心の奥にどんな考えがあったとしても、部外者から見れば、
それこそが術たちが叶えたいと思ってたことだよね。うん、少弱とみんなは使命を果たして老朽を守った。ただなんでもない。ただ今でも行方不明になってる少弱自身の願いはどうなるの？ちょっと、ん？もうまたぼーっとしてる。ここ数日ずっと心ここにあらずって感じだよね。それなら今から老朽に行くっていうのはどう？ヘリアとコラリーはもう準備できてるよ。少弱が心から愛して救った世界を一緒に見てみようよ。まだ消息はつかめないけど、今の彼女はきっとみんなにとっての英雄になってるはず。少弱もきっとみんなに尊敬されて面目が立ってるところを友達に見てほしいと思ってるよ。そうでしょ？うん、セナちゃんの言う通りだよ。こっちはまだ老朽支援の仕事が残ってるし、みんなはすぐに出発した方がいいと思う。セナちゃん、コラリ、ヘリア、夢追い人のことをよろしくね。親切姉さん、私了解。必ず任務を完遂するよ。行こう。遅刻するのはいいことじゃない。そうそう、行こう夢追い人。行って、彼女が愛した生活感にもう一度触れてみないと、あなたの心にある疑問は解けないよ。わかった。昨日老朽に来た時とあまり変わらないような気がするけど。もっと賑やかになってるべきって思ってる？今はまだ災害が収まって再建段階ってところだよ。むしろ今までと比べると少し静かだから、ちょっと慣れないかな。でも老朽で一番賑やかな場所って琥珀街でしょ？あ、別にそういう話じゃないよ。
って見覚えあるよね。兄さん、ここの景色がこんなに綺麗だったなんて初めて気づいたよ。どうして今まで感じなかったんだろう。心境が違うからに決まってる。昔の俺は回収で取引できるようにここから飛び降りろとお前を脅してた。本音を言うと、不安そうにしてるお前を見て、どうしてこんな生活を送らないといけないのかってずっと考えてた。恐怖で生計を立てるなんて、安心して暮らせるはずないからな。その悔しさと申し訳なさを口にすることはできなかった。でも今この時、お前にすまないと伝えたかったんだ。まだ間に合うといいんだけどな。そんなこと言わないで。兄さんは私たちが生きていけるようにそうしたんでしょ。あ、それより兄さん、これからはどうすればいいの？回収がなくなって影もなくなったから、これからは自分たちの力で暮らしていくしかないんだよね。なんだかワクワクしてるみたいだな。英才が再び襲ってくる心配はないし、無理やり恐怖の中で生きることもない。私たちのやり方で暮らせるんだから、ワクワクするに決まってるよ。ああ、今は桜花の支援があるけど、まだまだ先は長いし、いつか俺たちは自分の力で生きていくことになる。でもこれから何をすればいいのか俺にもまだわからない。なんというか、こんな不確かな未来も少し怖いな。大丈夫、一緒に考えよ。兄さんがどこにいようと私もついていく。時間はまだまだあるんだから。前回あの二人に会った時すごく驚かされたんだよ。うん、でも影が消えて老朽の人たちも恐怖の中で生きる必要がなくなった。彼らにとって新生活は確かにワクワクと未知で溢れてるだろうね。へえ、二人の知り合い？そう、老朽に着いたばかりの時に飛び降りるふりをして恐怖を感じようとする彼らを見かけたんだ。あの時はまだ老朽のみんなの暮らし方を知らなくて、ちょっと誤解しちゃったんだよね。恐怖と生活に必要なものを交換する、こういう生き方はよそ者にとってはなかなか理解しづらいよ。そう考えると、働かずに得ることに慣れた老朽人が新しい暮らし方に馴染むためには、いろんな困難に向き合う必要があるだろうね。働かずに得るっていうのは少し大げさかな。それに桜花からの援助があれば、きっとみんなは適応期を乗り越えて最終的に自給自足を実現できると信じてる。確かに、影と取引するために無理やり恐怖心を抱かなきゃいけない生活より、自給自足の方が安心できるし未来に期待が持てる。それはバカだけの考えだって言いたいところだけど、老朽にも似たような考えを持ってる人がいたよね。あのマンゴレおじさんの話でしょ。そういえば今日もこの近くにいるかもしれないね。Thank you.
ク先生の異邦人のお友達。あ、違う。この呼び方は長いって瀬名お姉さんが言ってた。いいよ、その呼び方結構気に入ってるから。でも今はもう老朽と桜花は再びつながってるから、夢追い人は異邦人じゃないよ。週末のアンカーで行き来できるようになったのに、マンゴレさんは桜花に行ってみたいとか考えないの？しばらくエミリーたちとここにいるつもりだから、まだ桜花に行く予定はないな。それにもう老朽に改修はないから、栽培の技術を学びたい人も増えていくはずだ。誰かがその知識を広める必要がある。ここでそれができるのは俺だけだ。あなたの頑固さが新しい老朽で欠かせない財産になるとは思わなかった。コラリ、なんでもない、ちょっと感心しただけ。頑固か、ぴったりな言葉だな。前に俺のことをそう言ってたやつは本人も頑固者だった。利官の術槽の上に立ち、人々のために災いを払う。きっと死ぬほど怖かったはずなのに、あのペテン師は術としての使命を最後の最後まで貫いてみせた。え、てっきり、てっきり彼女のことを評価してないと思ったのか。言ったはずだぞ、俺が嫌いなのは彼女と影の関係だ。長年あの妖物を使って影と取引をしてたが、何が得られたというんだ。それに最後はまあいい、あの不気味な力は信用できないと言っただろう。確かに少爵は回収を仕切ってたけど、回収これはいつもはビルにいるあのエイカ？エイカが積極的に仕事をするなんて、誰かが彼女のプログラムを改ざんしたのかな。多分目の前にいるの。琥珀街はあの日と同じように賑やかだね。うん、みんながここに集まって少爵という英雄の話をする。きっと彼女もすごく鼻が高いって思うはずだよ。飢え死によりもメンツを失うことの方が大変。彼女のポリシーに対してはノーコメントだけど、でもみんなに覚えててもらいたいっていう少爵の願いが叶ったのを見るとやっぱり嬉しいよね。うん、行こう。彼女のご近所さんたちが英雄のことをどう語るか見てみよう。はぁ、一体どうすればいいんだ。どうしたものか。そんなに悲しまないで。きっと彼女も思い出してくれた人に喜びや誇りを抱いててほしいって考えるはずだよ。そうでしょ？あ？悲しむって？あれ？
小弱の剣で悲しんでるんじゃないの？え、何そのなんとか弱って。小弱、なんだか小弱先生、あれはトリッカー？へえ、意外だね。彼は一応小弱と仲良くしてたって言えるよね。小弱先生、ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さんのお言葉のおかげで悟りを開くことができました。俺はセラペウム？あら、思ったよりも早いわね。セルマの体はまだ完全に回復してないの？なに、そんな哀れむような目で見てくるなんて。落ちぶれた貴族が見られるとでも思ったの？うん、そんなつもりはないよ。老朽から影が消えたとしても私にとっては違う楽しみが増えただけ。彼らの生活とこの世界に大きな変化があったとしても、生まれつきの気概と異名は人々の心から消えたりしない。影がなくたって私は人の心を支配できるわ。だから彼らはあの時のように我先にと私の宴に足を踏み入れたの。何せ凡人の願いは大して変わらないし、退屈極まりないもの。彼女まで、何年も私のペットをやってきたのに少しも成長しなかったわね、少女か。そうよ、スズメちゃんの願いも平凡で滑稽なものだった。軟弱で臆病なくせに威張るのが好きで、その上自分の名を歴史に残そうだなんて、本当に愚かよね。ええ、愚かだったわ。あなたに掃除の仕事を任せた覚えはないんだけど、それともあなたも私の置物になりたいの？セルマ様！うちは、セルマ様のことをもっと知って、力になりたいって思ってるんだ。へえ、けなげね。じゃあ、私の何を知りたいか、話してみて。うちは、まだお屋敷に来て数日しか経ってないけど、もうセルマ様の人柄を完全に理解したよ。この豪華なお屋敷、高級な衣装、それと数えきれないほどの美食、セルマ様の異名はまさに貴族そのものなんだ。それがあなたの理解した貴族なの？うちは小さい頃から機転が利いてね、よく聞き、よく観察して、よくまとめるのが得意なんだ。それにセルマ様に笑われるかもしれないけど、うちはいつか貴族になれる日を心からずっと願ってきたんだよ。欲しいものを何でも手に入れて、食事もご馳走ばかり、出かけるときは大勢の人を従えて、一生順風満帆で、墓も風水的に最高の場所に立つ。わあ、セーラ、
彼女にこんな友達がいて本当に良かったよ。うん、そうだね。あれはスカダーとアカリかな。彼女は何をしてるの？とにかく私たちを殺そうとしてるようには見えないけど、だったらあんたのやりたいことをやるといい、サフライ。ほら、彼女の大好物だ。あかり姉さん、何を持ってき、私たちも行こう、白球さんに会いに。来たんだね。白球さんが今演奏してた曲はゆったりとしてて心も、これは とっくにゴミ箱に捨てられたか。あれは よりふさわしい場所で保管する。久しぶりだね、古き友よ。最後の別れを告げよう。さようなら。君が永遠に忘れられるように。ねえ、白球さん、今のってどうやって。この辺りを探してみよう。
夢追い。あまり進展はないけど、みんなは明らかに諦めてない。もう少し何かをしよう。音は確かあっちからみたいだね。そして何をする気？まずいまずい。うちはまだ英単。うちのための宴なら一番売れてる本だって。だから。それもそうだね。もちろん。待って。その前に髪飾りを。つまり夢の中のうちが。うん、結構こだ。こうして、お、みんなが残り、今こそだ、君が一生懸命。僕、何かを思い出したのかな？冷たくなって悲しいよ。でも今回の君はあまりにも早く記憶を取り戻したみたいだね。ホログラフィープリ、おかえりなさい、夢追い人。彼女目覚めたの？初対面のマナーとしてこう伝えるべきでしょうか。月へようこそ。スキャンが終わりました。
目を開けても構いません。さあこっちを見てください。必要なプロセスですから。あなたの、ええ、あなたたち私のことを知ってるの？安心してください。あなたにとって、はじめまして、夢追い人。はじめまして。少し違和感があるかもしれないけど、私たちから見ると何せあなたが今端末、ええ、初めて火星に着陸した時から。何し超巨大な量子コンピュータ、気使ってくれてありがとう。遠慮はいらないわ。私たちの目標は一致してるから。実はこっちも厄介な問題に遭遇してて、あなたこそが状況を打開する鍵になるかもしれないの。俺は、彼女はブローニャ、私の友人よ。夢追い人、ここで少し待っててもらえる？どうだったブローニャちゃん。はあ、あのバカはまだぐっすりと眠ってて目覚める気配がありません。変ね。私たちの夢追い人、こちらがさっき話した。いつも通り。あれはコラリーとヘリア。ええ、彼女たちにも挨拶しましょう。こんにちは、メイさん。それとヘリア、コラリー、久しぶり。私の隣にいる人は紹介しなくても平気かしら？夢追い人、大丈夫？もう一度自己紹介した方がいいかな。私はヘリア、その A 級バルキリーなんだよね。へえ、ヘリアのことで一番印象に残ってるのはランクだったんだ。実は毎回ヘリアが A 級バルキリーだっていうことはシステムに入るたびに私たちの記憶を消さないでってアインシュタインにちゃんと話しておく。つまり二人は本部は、それは今までのループであなたが口にした一番。ヘリアとコラリーもデータになって私といつも一緒にループしてくれてたの？ええ、火星であなたを発見したのは二人で、端末に触れた後になぜか一緒にシステムに入ってしまったのよ。アインシュ、夢追い人、私たちまだあんたを友達って呼んでいいの？もちろんだよ。コラリ、ヘリア、私、それからセナとショウジャク、私たちはいろんなことを一緒に経験してきたもの。彼女たちがあのシステムの中の存在だったとしても、私にとってこの気持ちと感覚は本物だよ。どうかしたの？私の聞き間違いかもしれないけど、一応確認しておくね。セナって誰？え？確かに私たちは少女や他の術たちと何度も冒険を経験してきたけど、セナっていう名前は一度も聞いたことがない。セナ、セナディアだよ。どうして覚えてないの？彼女は赤い髪とキラキラした青い目を持つ女の子で、よく食べてよく笑って、に彼女は私たちと一緒に老朽でたくさんのことを経験して、ドニグルを倒し術たちを呼び覚まして、最後は少弱と一緒に影の意志に勝った。
なのに覚えてないの？あ、まさかアストラルリングってこんな使い方もできるの？考えすぎ。これはたまたまだよ。なんだ、これだから理系の人。夢追い人大丈夫？ごめんね、どの冒険でもセナディアっていう名前。もし彼女が本当にデータの一部だとしても、同じシステムにいる私たちはお互いのことを覚えてるのに、あなただけが彼女を知って。あなたの冒険に関する全てのシステムに入ったヘリアやコラリーもずっと監視してた基地の。でも私はセナのことを、セナがいるループの、そのセナディアさんという方がループしている夢追い人と同じ。そうね、でも私は一体何システムに閉じ込められたデータ。私また桜花に。待って、今回私は今までの記憶を持ってるの？どうやら君は順調に成長かな。馴染みのある顔を見て懐かしいと思うの。リタ、あなたは今回ループ。どうやら前回の成功は君の記憶の一部を回復させただけでなく、僕にも新しい権限を。それはよかった。まあいいや、早くあの人と話してみようよ。彼なら英才のことを知っているはずだから。ちょっと、そっちじゃないよ。待って、セナ、これ以上そっちに行ったらもう知らないからね。パパ、あ、ごめんごめん、いた。大丈夫だよ。今日これは私とセナの思い出なのに、私全然覚えてない。こんなに鮮やかな記憶。セナ、あなたはちゃんと実在してる。そうだよね。セナ、私を信じてよ。私たちの間にこんなこともあったの？どうして私は全然覚えてないんだろう。待って、セナ。セナ、どこにいるの？セナ！あの時セナは週末のアンカーと共鳴。逆に言えば私も週末の。でも今はこの世界。
怪しいターゲットを発見。親切姉さん。へえ、そんな慣れ慣れしい呼び方で私を呼ぶ。でも残念、根源物質管理条例第22条に基づきデータの海か。ドローニャ、戦場に到着しました。フィールド展開。ファイナルショット。フィールド展開。対空の王を
ファイナルショット。Thank you.
起動。ファイナルショット。フィールドでの。またハートを狙い撃つわよ。変わるの。you